さあ2周目に入っていますが、2周目何やらめちゃめちゃ上手くなっているような予感がしますね。ジグザグの感覚が狭くなったところが一番難しい。2周目を終えて3周目に間もなく第1試合は最高をしております。3回目まで行くとぼちぼち完走するペアが現れるのではないでしょうか。前と後ろを交代して最後の1回トライしてみてください。早いな。お疲れ様です。2回目の完走したいな。さあ先ほどまで後ろに乗っていた彼が前に乗ると割と前のウェイトが大きいということがわかるかなっていうふうに思います。先ほど県大生も言っていた後ろの方が目をつぶって前の人に委ねるということをやってみても面白いのかなと。いや待って待って、こちらはどちらに行ってらっしゃるんでしょうか。あれだけやっぱり前の方操縦が難しいということなんだと思います。やっぱりさっきまで後ろをやっていて前に変わるとなるとそれまでの感覚と全然違うものがあるんじゃないかなというふうに思いますが、
だ、すいません、本当に。いやいやいや、怖いですよ。これ体重難しいですね。そう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 、最後の一回、最後の一回になってまいりました。お疲れ様でした。さあ、サイクリング二人のペアの早いですね。意外と重いですよ。そろそろ時間なので、こちらで D チームも終わりたいと思います。じゃあこれでタンデム自転車の、まあ、イベントというものを終わりたいと思います。お疲れ様でした。はい、じゃあもう一度こちらの、ゴールした会場の方でちょっと移動していただきたいなというふうに思います。タンデム自転車はそのままで大丈夫です。こちらの方で回収をいたします。ペアのまま見てもらっても大丈夫ですか。ペアの方と2人になって、まあ、立っていただくと大丈夫かな。はい、先ほども申し上げましたように、完走した方々に景品がこちらからございます。まず A グループ、2番、19番のペアの方、前の方へお越しください。上がってきてください。はい、こちらもこの目ぶれ合い店舗の方々より景品がございます。はい、おめでとうございます。はい、こちらのこの目ぶれ合い店舗の方々、景品のお礼していただいてもよろしいですか。ありがとうございます。お好みのみかんということで、先ほど参加賞にもありました、お餅の中にもね、みかんが入っておりましたけど、こちら好みはみかんが有名ですので、ぜひ写真撮影ありがとうございます。ぜひ召し上がっていただければと思います。はい、続いて B グループ、3番と17番のペアの方、前の方へお願いします。一番感動してる、一番感動してた。はい、はい、はい、ぜひと、はい、はい、ありがとうございます。はい、副総長ということで、おめでとうございます。
ベント2つを終了させていただきたいと思います。それではこれからクロージングに移っていきたいと思うんですけれども、その前に皆さんに出発していただく前、受け付けをしてもらったと思います。その際に皆さんには番号が裏に書いたものと、この手には何やら文字が書いてあったのではないでしょうか。この文字の正体がこれから分かれます。アシスタントのマークが準備をしてくれていますが、それではマーク